とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、行きたいと思います。海のデイリーチャレンジなんですけども、報酬がアーティファクトですね。どうしても欲しいやつがあって、それがこれ、森の矢筒ですね。2なので、255が最大なんですけども、今持ってるのが252か。うん。もうちょっとパワーが高いやつが欲しいので、ここに行ってみましょう。それでは行きますね。今回の装備ですけども、流れ込む魂がついてるスカルの大釜。で、旧兵のアーマーで、臆病をつけてます。遠距離ダメージも 30% 上がってますね。で、爆縮のクロスボウにダイナモパワーですね。無限ダイナモで行ってみようと思います。で、アーティファクトはブーツ、エリクサーのカバン、ドラですね。では、まずはダイナモ20まで貯めてスタートします。OK、20まで貯まりました。重要なのはね、火力なんだよね。ワンパンで倒せる火力が重要です。危ねえ。まあまあまあ。全然倒してはいけると思うんですけども、矢がねー、あー、これちょっと待って、枯渇するわ。うん、これ確実にちょっと矢が枯渇しますので、まずはあれだな、矢を増殖しようか。じゃないと、これ無理だね。あー、ちょうどいいところに。ありましたね。あ、そうね。まずは、増殖してからスタートしましょう。これ、もう残り6発で無理だもんね。OKOK、増殖します。増殖も完了。296発。これぐらいあれば間違いないでしょう。多分キャプテンも、あ、ワンパンじゃない。キャプテンはちょっと待って。ワンパンで倒せねえぞ。マジか。ああ。キャプテン倒すのはやめましょうか。ちょっと無理だわ。無理だ。あれが、ワンパンで倒せないってなるならば、いや、ちょっともう倒さない方がいい。まあ一応、取ってきました。旗はね。うん、モブ速度が 60% 増加するがつきましたけども、まあまあ問題はないでしょう。OK。まあ、とりあえず、どんどん進んでいきましょうか。うん。パワーポーション入れば、まあまあ入らずとも、ワンパンで余裕だけどね。OK。で、280発まだあるんで、全然、最後まで矢は持つと思います。まあ、とにかく、あれだね。おいおいおい。臆病とかを切らさずに行きましょう。うん。臆病の、攻撃力アップ結構重要です。あれがないとワンパンで倒せないやつもね、中にはまあまあいないとは思うけど、まあ防護がついてるとちょっと倒せない可能性があるんでね、そこだけはちょっと注意して、やっていきたいと思います。おお、キャプテンワンパンで倒せた。まあ一応取っとこう。ちょっと待って、取らん方がいいか。プレイヤーダメージが 20% 減った。まあ、20% 減ったぐらいじゃ、大丈夫でしょうけども。いや、これ、このまま、取り続けると、これ、やばいぞ。うん。多分、無理になってくると思う。うん。なんで、ちょっとこれ以上取るのは、やめとくか。ちょっと我慢しましょう。もう少しで終盤ですかね。やっぱこれ強いね。間違いなく最強だわ。まあ、途切れたらそこで終わりではあるんですけどね。まあ、途切れさせなければ全然強い。うん、やっぱこのトゲとかに影響されないっていうのはでかいよね。うん、トゲが効かないは本当にでかい。あ、やばい、ちょっと待って、おー、いや、あ、全然倒せたじゃん。おお、あ、防護がついてるやつでも、全然倒せましたね。まあ、パワーポーションがついてるっていうのが条件でしょうけども、おお、いや、全然、攻撃力が 20% 減っても、やっていける。
これは無理かなと思ったんだけどね。全然余裕っぽい。 OK、 じゃあこの横にいるキャプテンまで倒すか。なんか倒していけそうな気がする。うん、 OK、 多分 いるのよね。いや、いないか。あ、いや、いないっぽいな。うん、あ、いないわ。オッケーオッケー。まあ、もともと、あんまりキャプテンがいる場所ではないからね。オッケー、先進みまーす。はい、もうちょいでしょ、ボスは。だいたい先が見えてきたよ。オッケー、待て。さすがにもうダメージを受けると結構辛いからあまり受けないようにしましょう。急兵のアーマーね、脆いのよ。うん、まあ、この弓が強くなるのはこれぐらいかな。いや、もうちょっとあるか。うん、でもこれが弓の装備では最強防具なので、まあ仕方ないね。うん、耐久がついてないっていうのが痛いところですけども。 OK、 いける。お、待て待て。 OK、 そうそうそう、変更にもね影響されないっていうのもいいね、本当に。 OK、 もうちょっと連射が効けばね、よしよし、ピンチになることもないだろうけど、まあまあまあ、もともとピンチにはならないか。あぶね。対電とかには注意していきましょう。 まずい、まずい。よし、 OK、 ボスです。あ、ボスきついな、これボスはちょっと倒しにくいな。ちょっと待ってよ、確実にパワーポーション入れて一撃入れるようにしましょうか。あ、やばい、あぶね。 OKOK、あー、やっぱりか。まずいね。まあまあ、ダイナモが少し溜まっていればいけるでしょう。よし、いやー、トゲがいて、やばいやばいやばい、これ攻撃してくるやつ、こうなると結構きついね。よかった、マルチロールつけてるんで、ダイナモは溜めやすいです。 OK、 キャー、エルダーガーディアン来た。よし、もういいね。いくぞ。よし、まあ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 、こんだけのダメージを与えればさすがにそりゃ倒せますわ。 OK、 では報酬頼んますよ。それではお願いします。違った。はい、ということで今日は出ませんでした。ではまた挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。